はい、どうも皆さん、こんにちは。タイガくんと申します。今回ですね、すごいヘベレケというゲームをね、実況していきたいと思います。はい、スタート。でですね、今回ですね、まあ何回かちょっと先にテストプレイというか、ちょこっとやったんですけど、で、この、今のコントローラーに合わせた、プレイヤー1の設定を変えまして、このプレイヤー2とか3とかの、あれじゃ、もうまとめできないんで、で、この、グー、ウピョー、ホゲー、ウゴゲーで、ウゴゲーが一番難しいんですよ。で、今回、ウゴゲーのクソゲー難易度で、やっていきたいと思います。マジこれクソゲー難易度なんですよ。俺、全部動けでプレイして、テストプレイして、あ、これ、最後までやってみようかな、みたいな。もう言っちゃいますけど、ちょっとテストプレイして、思いましたんで、やっていきたいと思います。でですね、キャラクターはどうしようかな。ちょろっとやった感じだとね、結構曲がね、いいんですよ、みんなの。各キャラクターのね、ステージの曲がすごくいいんですよ。だからうまいこと流していきてえな、みたいな。だから、ウニョってやつやってみようかな。よし。で、このゲーム、先に言っておきます。なんだこれ、めっちゃ飛ぶんだけど。このゲーム、立ち位置ゲーというか、お、勝った。うにょんだって。まあ、立ち回りゲーなのかな。置き攻めゲーですよね、とりあえず。このキャラめっちゃ使いづらいな。こいつ、使いづらい、マジで。あ、こうか。こいつこうなのかな。ピョーンって飛ぶやつめっちゃなんか会議に使えそうなんですけど。攻撃はヒットしてるときに対して、使いづらいですね。こうして、撃って。いやー、これだったら悪いんで。なんとか見逃してもらえたか？いやーん！置き攻めゲーなんで、敵の転がした前に陣取って、起き上がりに合わせて攻撃を入力すると。コマンドみたいだ、こいつ。あぶれ。投げるの、
どうやってるかわかんない。あとこのゲームガードできるんですけど、ガードめっちゃむずいんですよ。敵の位置と反対、敵の位置がいる方向だ、右だとして、右に行ったら左側に倒して、ガードするって感じなんですけど、まあガードが難しい。ガードボタンが存在してるならわかるんだけど、ガードボタン、この時代多分方向キーでガードするから。だから、ガードがむずいむずい。やーん、こいつこのうざいんだよね。あーん、はめないで、やめて、挟まないで、やめてよ。あー、ダメか。でね、このステージ2からなんですけど、これなんか移動するステージは決まってるっぽくて、だからこの猫のやつ2番目に選んでたら、こいつ飛ばしてなのかな。ブラッ、チヤン、あぶれ、いい当たりいった、死んだ、死んでない、死にたくない、俺が取ったっぽい。あーん、やべ、こいつ2勝目じゃん。で、このステージ2からなんですけど、2戦やったんですけど、今わかります？このヘベってやってたんですけど、この青いやつ、こいつ、プレイヤーしか狙わないんですよ。ほら。もうずっと追いかけ回していくんですよ、このステージから。あ、いや。もう鬱陶しくて鬱陶しくて。たまったもんじゃねえや、と。で、こいつめっちゃ逃げるんですよ、この猫。逃げてジャンプキックとか攻撃ですっげえなんか削ってくるんですよ。立ち回りがいやらしい。めっちゃ重くなった。やめてよ。うお、強っ、ナイス。これでもさ、パワーなのかな、 P はパワーアップなのかな、単純に攻撃力とかの上昇なのかな。この猫結構パワーハイターっぽくてすごい減るんですよ。何この技。あと投げどうやってるか分かんない。やめてって。やめてよ、なんでそっちが怖い。やめちゃ、よし、あぶ、俺が取る。あー、やめて、かけ、やけちゃう。やめてよー。負けたー。ね、聞いてて、わかると思うんですけど、このゲーム、曲いいでしょ、かなり。コンティニューだ。めっちゃいいでしょ、曲。ここのステージの曲好きなんだけど、俺。ててて、ててててて、てて、いち、ちょ、いやー、もう、使いづれ、こいつ。いやー、いいえ、何もできねえ。
やっぱこの猫強いな。ステージ1でさ、だったら2でこんだけさ、プレイヤー狙ってくんだからさ、ステージ3とか絶対さ、集中狙いだよね。3対1だよ、もう。今でさ、1対2とか。やめろよ。やめてって。いやー、ガードできない。やーん。うわーん、うっちゃー。勝て。ナイス。こいつが勝つことほぼないんですけど、勝ったね。今んとこ自力でこいつが勝つことってほぼなかったんだけど、ゼロだったんだけど、完全に勝ったね。やべ、ちょっと待って。いやー逃げられない。やだ。強い。ちょっと待って、純粋にさ、キャラ変えたい。こいつマジ難しい。このピョーンって飛ぶやつが本当に鬱陶しい。これ危ない。あ、危ない。めっちゃ挟まれてる、こいつ。あーん。これ多分パワーなんです。強っ。よっしゃ。なんつってんだこれ。よし、とりあえず一緒。でもうぜー。これ壁際に追いかけられ追いつけられたら終わりだ。おい、そこに置きブレスするんだよ。ちょ、待ってって。超うぜ。よし、次俺が勝つ番だな。任せとけって。いや、このキャラ、難しい。タラリさ、このゲーム。きついのに。こんな難しいキャラ使わされる。え、こいつを餌にして、あべ。当たんなかったか、俺の攻撃当たんなかった。こいつ選んでやりたいところだけどさ、この、猫のステージでさ、すっげえ粘着されるからさ、俺としてはボコボコにしたいわけですよ。なので、こいつ強いかな。ジェニき早いのかこいつ。
見たみんな、これが俺が言ってる置き攻めですよ。これの3回繰り返しっていうか、まあ死ぬまで繰り返すだけ、まあ、ゲーム。やられたらやり返す。いや、壁がまずい。よし。その必殺はどうやって出してんの？ジェニファーっていうのこいつ。頭のやつ星型になってる。チャンス。こういうことね。はい。てててて。この画面なんかボンバーバーみたいだね。これ もしかしてハドソンなのこれ。やべやべ。よし。こうからのこう。よし。二角なんだけど。ここをサクッとね、突破。カットをしなくてもいいくらいには早いでしょ。さあ次ですよ。ここ。第一の関所っていうか難関と言ってもいい。ステージ2なのに難関。レベル系がずっと粘着してきて、こいつがほら、やったらこれで、こっちの動きを止められて、クソチャンスだったな。よし！どう？見た？ヘベレ系がずっと邪魔してくるから、ヘベレ系相手してたら、ヘベレ系？ヘベ相手してたら、この猫が今みたいに横からすっげえ横へ入れて、うまいこと挟まれたりとかしてぶっ壊される。ほらこれ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 、こうなるんだよ。でって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 、ここだ。ああ失敗、もったいない。ああ避けてるやん。いやーいやー、やめて、やめて。ノーダメ。毎回言うけど曲かっこいいな、曲。で絶対負けねえからな。ざけやがって。てて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 。いや、ちょっと待って。やめろ。チャンス。このタイミングで行こう。あ、ってガードされたら終わるんだよ。やめて。よし。いやー、嘘、なんでその食らってんの。あー、くっそー、こいつら怠慢でも結構食らっちゃうのに。横から横やり、満タンの状態でやられて、最後そいつ残っても、満タンから全て減らしきること不可能だ。くんな、くんな、ナイス。え、なんで？反省いかして。ちょっと待って。いや、死にたくない。くんな。やめてよ。負けじゃん、こんなの。やめてって。ありがとう。やめて。
うわー、くっそ今日振られた。悔しい。これマジ死亡臭みたいになるぞ。ふざけやがって。やめてよ、2対1やめてよ。いや、壁際まずい。いいガードじゃない？たまたますぎるけど。よし、回復。やべやべ。ここ。倒していい？よし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 、一緒。まだ、まだだ。もう勝たせなければいい。今んとこ最高ステージ3まで行ったんだけど。やめてよ。よしよし。とりあえず、友達折れさせる。やめて。あぶね。いい感じ食らってんじゃない。え、強っ。え、こいつ HP いっぱいあったよな。やめろ。あ、これ必殺使い放題になるのか。めっちゃ生えてる。その試合使い放題か。あぶね。いや、ワンパンやった。ざまみろ。吐きまくった甲斐があるやつ。いや、危なかった。あの HP をひっくり返すの厳しい。よーし、2勝目。大事に行こう、この一戦。足速くて追いつかれ。あー、やめて、来んなって。つか、全然逃げ切れねえ、こいつ。その代わり火力あるっぽいぞ。いや、避けた。それよ、早くそれ。早くそれ取れよ。取れよ、それ。あーめー。よし、ここだ。ここ。よっしゃー、やったー。今回すげえいい感じにいってる。ジェニファー、ナイスジェニファー、お前のおかげだ。頼れるジェニファー。ザ・ステージ3。さっきや、本当はテイク2っていうか、まあ、なんつうよこれ。一回撮ってて、なんか、録画がなんかおかしくなって、撮り直ししてるんですけど、このステージだと、予想を裏切って、プレイヤー無視されるんですよ、こいつら。これ3人の潰し合いが始まるんですよ、これ。ほら。だから別に。戦わなくてもいいんじゃね？みたいな。美味しいとこ通り。いやー、一人減ったらこうなった。いやー、いやー、やだやだ。
何乗ってんだあいつ。やめろ、それの、その、こう、長軌道、広角軌道みたいなやめろ。めっちゃ寄ってくる。よし。誘発。あぶ。テーブル。やべ。で、やめてって。めっちゃ狙ってくんな。よし、ああ死なない。よし。めっちゃ強いこれ。ジェニファー必須だな、あのボード。よし。で、ステージ3見ての通りなんですけど、まあ、プレイヤーが孤立するっていうか、まあ、他の3人で勝負始めてくれるから楽でいいんですけど。やばいやばいやばい。いや、一人やったらなんか、さっきのステージ2みたいな感じになっちゃったから、数減らすの危険かもしれない。俺が倒したからか、それとも。原因、なんかまあ、原因がわからないけど、このステージ見ての通り、くっそ重いんですよ。もう、重すぎて、半端ねえ。全然、映像動かないみたいな。あ、あ、死んでやる。オッケー。やったぜ。このキャラクターが、一人減るごとに軽くなるね。二人減らないとちょっと軽くなんないかも。四人めっちゃ重いんですよ、これ。もうスーファミのさ、昔のやつでプレイしたら多分そんなことないのかもしれないけど。いや、わかんないけど。いや、持ってはいるんだよ、このゲーム。あべ。スイッチのやつで操作してこんだけ重いってことは、本物ってか、元気でやってもこんな重いんだろうな、みたいな。よし、買っていけ。取らせるわけにいかない。のはちょっとあるよ。来。あ、でも、三人だと軽いね。ちね、ほらほら、始まった。そういうの始まった。あ、スマブラで あいつ気がいっぱいあるから、あいつまず倒そうぜ、みたいな。あいつ、なんか、パーセント全然溜まってないから、あいつ、最初に倒そうぜ、みたいな。殴ろうぜ、みたいな。そういうやつ。よくないよ、そういうの。本当に。調子乗ってんじゃねえ。よし。はい、はい、はい、オッケー。本当に良くないよ、そういうの。さあ、ここから本当に初見ですね。本日っていうか。よー、ストレート突破。ここはね、ステージ2に比べたら。え？あ。なんで俺 HP1、めっちゃ言ってんの？何これ、何これ、めっちゃ、これ P 何取ったら、あっ、あ、あ、え、何これ、何だったのこれ、意味わかんねえ。え、もしかしてこの HP で回避するとか言わないよな。なあ、言わないよな。俺 HP 全くないんだけど。で、一人ずつ外れていく感じかな。かっこよ。ふぅ！隙あり。
やあ、何その技。やばいやばい、カードやばい。 HP 全くない。これ何、何これ。え、なに、あー自分も食らうのこれ。マジか。あ、なんか真ん中をこれ押すとこそれ発動するわけね。 OK。 なんか4人になってやっとやりやすくなったねこのゲーム。3人の時超狙われまくったの、信じらんないから狙われて、やりにくいとかそういう問題じゃなかった。聞いて、やめろー、猫が邪魔だな、やめて。これ発動しづらいんだよこれ。これ。いやー目の前に来た。いやー死ぬ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 。めっちゃヒル。削りすごすぎ、カードの上から。おい、そいつに渡そうとするな。やばい。なんでお前が取んの。取れ欲しい取れ欲しい。いやーワンパンした。ジャス、よし、めっちゃ端っこに寄せられたんだけど、まず一勝、みんな見ててくれ、俺が残り2つを勝つところ。アクション、ああ、よし、見た。予測を置き、ヒップアタック。ここで取ったアイテムでさ、例えば P を取るとするじゃん。パワーアップだとするじゃん。これは、その試合、限定なのかな？そのラウンド。痛い！避けていく。え、なんだよ、あ。それとも、このラウンドっていうか、このゲームの勝者が決まるまで、いけ。え、なんか二人死んだ。やったぜ、ナイスー、ありがとうございます。このさ、3本取るまでの効果有効なのかな、どうなんだろう。やったー、あと何体、あと何回ぐらいあんの俺。あ、宇宙人来た。あれ、これ何、いやー、あ、目開いた、星の目が開いたぞ。やべ、うわ、あれ、あ、いや、ちょっと待って、みんな下に行くのか、これ重力か、やめて。あ、でもやりやすいかも逆に。あれ、そうでもない、
あ、こいつ生きてたのか。うわー、うわっ、危ない。ナイス、勝ったー。どっちに来るか賭けだよな。右か左、前後のどちらかだよな、最終的にあいつが立つ場所って。その読み合いだよ。振り向いたらなんとかなったけど。堂々、あ、ボーボー取りか。かな？さっきやった、使ったんだけど、あの鳥のこと。ナイス！身代わりありがとう。で、あいつ、あの鳥、一番最初に、てか最後にさ、キャラクターのに。この戦いに残らないっていうか、なんかその最新のやつだけが残ってったじゃん。やべえ、じゃ、やめてよ、やめてよ。やめてよ、やめて。最新のやつが 2P になってさ、一番古いやつがさ、4P になって、4P 抜けていくって感じだったのにさ、猫抜けないね。本当だったら棒、あの、鳥が残って、猫が抜けるんじゃないの？早くしてもらっていいですか？え、何石なのこれ？宇宙人っていうの？負けないぞ。あ、なんでそれさ、下行くのか分かったわ。上にプロペラあったんだ。なるほど、この星で起動するのか。よし、しまった、めっちゃ食らった。取られちゃった。よし、地味に削っていこう。よし、取った、チャンス。よし、先手取った。フレーム勝ちした。あの目ん玉の技のフレームわかんないけど、何フレームで出るかわかんないけど、俺がでもフレームっていう言葉、単語がよくわかってない俺。よし、逃げて。ナイス。あー、お、なんか掴んだ。よし、邪魔だから殺して。お、回避した。これで結構食らわして、宇宙人着地狙っていく。いいや、邪魔だこいつ。スキアリーからの、よし、突破。ねえ、ステージ
2が一番難しかったんだけど、今んとこ。他のステージ、なんか、剣並みラン、なんか難易度下がったね。あの、ペンギンの子がいる場所かな？お、入れ替わった。あ、何のギミックも。負けない。痛い。よし、やめて。結構好きかも。痛い。よっしゃ、いける。おっしゃー、こいつ火力高いな。ジェニファーの勝ちだぜ。あさあ、あと2勝だ。頑張ろう。俺様がナンバーワンだ。あ、ここ軽いな。軽いっていうかステージによるのかな、カルタ。いてぇ。やっちょ。しつこいんだよ、このペンギンがよ。やべ。死ねぇ。痛い、痛い。いやーで死んじゃ。やめてー。ナイス回復。噛みってる。チャンスだ。からの、置き詰め。おっしゃー。あと一勝だー。このゲームなんかボスみたいのいたっけ？なんか全部ステージクリアしたら終わりだった気がする。隠しキャラクター、プレイヤー、プレイヤブルキャラクターじゃない隠しモンスキャラとか。もういなかった気がする。やめろ。うわ、まとめていける。よっしゃー、見た。ボッコボコにしてやったぜ。今コンピューター何もさせなかった。怒涛のラッシュ。ドストレート勝ち。何これ。いや、死んじゃ。やめてよ。どういうゲームなのこれ。これ邪魔すんの。みんな同じなんだ。え、なんか勝った。え、なに、なんで勝ち、意味わかんねえ。ここで勝ったことによって何があるの。え、なんだったの。ここで勝ったから何。あ、さっきのなんだっけ、こいつね、下のやつめっちゃかっこいいんだけど、真ん中の。お、移動した。めっちゃ食らったんだけど。え、なんか HP がおかしくない。え、少な、HP。やめて。逃げていけ。逃げていけ。陣取っていく。ずるい。うわあ。だよてめえ、ロボ団みたいな、メダロットのシリーズのロボロボ団みたいな格好しやがって。ロボロボ団幹部な。
や、入れなかった。やあ、やだ。1試合目の HP 何だったんだ、みんな低かったよね。当たってない。やばい。やばい。うわぁ。やめて、なんでそれでピヨるの。うわぁ、強い。負けない。俺は負けない。いで。こうやればいい。え、ダメか。惜しい。やった。踏んだ。やった。これいけんじゃね。よし。ザマネな。やべ、俺1時間とかやってんだけど、このゲーム。ま、頑張る。頑張れ。無能カットだ。これさ、俺がさ、フラグ立てたからさ、俺のこと狙いまくってんのかな。なんかめっちゃ狙ってくんだけど。ザ発見。ザ発見だ、邪魔すんの。あ、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。その技強すぎ。俺が全部削って殺されてんだが、こいつただ漁夫乗りしただけじゃねえか。強い。何こいつら強くない？俺は勝つんだ。俺が勝つんだ。やったー、やったー、勝ったー、やったぜ。まだあるー。え？あ、最後、同ゲル同士か。いやぁ、いやぁ、エリキアタック、ビリビリアタック。これ乗りながらこれ吐くのいいな。やめろ、やめろって。あー、こいつら戦う気ねえだろマジで。
怖っ。ざっけんな、乗るんじゃねえそれ。やめろやめろ、設置すんな。くれてくれた、回復した。いやービリビリアタックやめて。よし回復ナイス、回復ありきの、あ、回復のおかげで、よし危ない、あ危ない、回復なかったら負けてんだけど。でも青の戦い方一番嫌い。あいつずっと逃げ回ってさ、一人になったところを襲いかかってくんだけど。まずクイズ、あいつ一歩も動かねえんだけど、青クズすぎんだろ。でもこれ戦った感じザコだったから、よっしゃ、あぶねえ、ザコでよかった、本当にザコでやった。よし、はい、皆さん、皆さん、全クリしたんじゃないかな、これ。でもなんかマップじゃもう一個行けそうな場所あったよね。最後、あ、勝ちやったー。みかんの箱の前立ってる。ありきたりな。お、イェーイ、俺様が一番だぜ。はうげえ、バーン、終わり、バーン、爆発したってことか。何入ってんだろう、おめでとう。これ俺の使ったキャラクターが今の下のやつだから、下に行って上の3人は固定なのかな。お、え、これエンディングか。いやー、ありがとうございました皆さん、ここまでお付き合いありがとうございました。ディレクターくまさんってなんやねん。スタッフ、プログラム、あ、びっくりした。ノースリバー、ノースリバーって何、名前 MYA ニョロニョロ、何これ。チュンじゃん、ジュンちゃん、シカピー、ケイティ・ビョーク。何これ。なんか、とてもじゃないけどさ、これ、ちゃんとした会社が作ったと思えない、人の、なんか、ハンドルネームみたいなのが並んでるんだけど。クラフトワーク。え、何？王ちゃん。かないみか。若本のりお。嘘、若本さんなの、スケザ。え、若本さん、やっぱ柴さんだよね、ジェニファー。え、宇宙人、若本さん。ボーボードリ、柴さん。あ、わかるかも、それは。え、てか、え、また若本さん。うにょん、若本さん。若本さん、このゲーム出すぎじゃない？え、若本さん出てんの？え、てか、のっぽってあののっぽさん？え、あの、NHK かなんか出てたのっぽさん。あれ NHK だっけ、ゴロくんとのっぽさんの。あれゴロくんだっけ、のっぽさん。あの、ゴロくんって若々さんじゃね、あれ、いろいろ混合してる。え、エンディングでこんな、えってなったら初めてかもしんない。それと、何ですか、ゲームを買ってくれた方に心から感謝します。わー。スタッフ一度、いいね。いやでもさ、そのハンドルネームみたいなさ、名前の人たちがすっごい多かったからさ、本当にプロが作ったのか不安になっちゃったよ俺。おう、いやー、ありがとうございました。やったー、クリアしたー。いやー、きつかった本当に。これスイッチでね、そのスイッチオンラインみたいなの加入してればダウンロードできる、あのスーパーファミコンとかファミコンとかのさ、あれの中に入っているんで、俺それでやってるんで、皆さんぜひちょっと起動してみて、なんだっけ、難易度
あ、この時代のゲームあるある。リセットボタン押さないと次に行かないやつ。なんだっけ。うげえみたいなやつ。難易度、うげえみたいなやつ。だって削る。ちょっと見てみます。コンフィグか。そう、うごげえだ。惜しい。これぜひ皆さんもこの難易度、うごげえ、ちょっと、やってみてください。ほんと結構辛いです、マジで。ほんと辛いです。あのね、何が辛いってね、ほんとにね、もう何度も言ってくけど、あの、1対3になるんですよ、4人プレイの時は。で、3人プレイの時は、1対2になるんですよ。だから、プレイヤーを必ず追いかけ回すやつが存在して、で、横から玉乗りを、その、なんだろう、遠距離攻撃みたいなの持ってるやつは、遠距離攻撃横からしてきたりとか、プレイヤーをひたすら、他の NPC が狙って、あとは3人でなんか適当に、流し試合みたいな。流れでなんか適当に、とりあえずやっとけばいいやみたいな試合をして、だらだら試合しやがって、で、なんか、プレイヤーに勝たせないことを第一にしてるみたいな、感じが、のやつがもう、エンディングの、まで続くというね、苦行。ド M ゲー。なんで皆さん、ぜひ、ちょっともう長くなっちゃいましたが、ぜひ、ちょっとやってみてください。では、この辺で失礼したいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回、なんかこういうのやるかもしれないので、よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。